サミさん、英単語の授業がやってまいりました。本日640回目の今日の表現はそうよ。サミさん、意味はどうでしょう。土壌、もしくは土地という意味でよろしかったかと思います。さあ、問題はなぜこのソイルが土壌や土地という意味につながるのか。それにとはスペルですね。つまり綴りでございます。さあ皆さん、ソイルをご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。全部です。皆さん、 I と L が反対ですが、ソリッドから来ておりません。で、皆さん、ソリッドと言われたらどういう意味でしたか。もしくは確実なという意味でしたね。ですから皆さん、土壌、もしくは土地、硬いですね。揺るがないですよね。ですから皆さん、そういうふうにイメージしていただきますと、土壌や土地につなげるのは難しくないかと思います。そして皆さん、ソリッドがせっかく出てきましたので、硬いとか確実なにあと一つ足していただけると嬉しいかと思います。それがこういう感じでございます。Solid friend。 まあ直訳すると、確実な友達というところからそのイメージを派生させてですね、信頼できる友達ということでございます。当然確実だからこそ信頼できますよね。ですからそういう使い方も OK でございますので、ソイル、土壌、土地と合わせて押さえていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさっていただきますと幸いです。